株式会社マルソーは、パーティーグッズ、パチンコ景品他を扱う日本の卸商社である。1913年に写真機製造、写真フィルムや、ンガシ等の写真材料卸業を行う企業として、創業、現在の形になったのは1968年のことである。マムカメラ、トップで知られる。ミゼットフィルム用写真機トップ。手前は森田紹介のミゼットフィルムキクフィルム。 1913年に創業した当時は写真機の製造や写真フィルムやンガ紙といった写真材料の卸業を行っていた。当時の称号、所在地は不明であるが26年後の1939年に製造販売を開始したベストフィルム用の写真機ハモンドの広告には東京府東京市神楽淡路町11に所在する丸ル株式会社として 写真誌に登場する。教材用の写真機を製造していたという。1945年の第二次世界大戦終結後、連合国軍の占領下にあった1948年には、東京都台東区浅草市の26に所在する、株式会社マルソー工学として、マルソー特許にガンレフの製造販売を開始している。1949年には、 戦前に登場し、戦後再び盛んになった、ボルタフィルム用の写真機として、マルソパテントボックス、ほぼ同時期にマルソ35の2種の製品を製造販売している。1950年には、廉価な疑似2眼レフカメラ、セミーレフを発売している。1965年には、戦前、戦後を通じて、ブームとなった、日本の超小型写真のスタンダードである。 ミゼットフィルム用の豆カメラとしてトップの製造販売を開始、従来のミスズ紹介のミゼットや統合堂のヒットとは異なる形態の四角い写真機であった。これらの流れを組み、現在の株式会社マルソーとして設立されたのは1968年である。2012年現在はパーティーグッズを扱う第一営業所パチンコ店に景品を下ろす。 第二営業所の2部門から成り立っており、写真工学の事業は歴史上のものとなっている。写真機製造業時代の製品に限る。ありがとうございます。